レポートやる気ないので怒ってください。まあいいんじゃない、別にやる気ないんだったら反省文を書いたらいいんじゃない、うん、僕は締め切りに間に合わないのにそれでもやりませんでしたって先生に書いてみたら。それともレポートやる、どっちがいい、レポート頑張ってみる、頑張れそう、そっか、じゃあレポートやった方がいいね、偉いよ、頑張れるもんね。でもそれってさ、レポートするっていうのは将来のため、将来社会に出た時にいっぱい稼ぐためにレポートをやるんだよね。まつりちゃんのために頑張って働いてほしいな。できないのかな、できるよね、ね頑張れるよね、ね。もうすべてのあなたのすべての行動が祭りのためになる、そう思いながら生きていきなさい。わかった、あなたが今呼吸をしている、それも生き抜いて祭りちゃんに尽くすためね。君がご飯を食べる、それも生き抜いて祭りちゃんに尽くすため。大学に行く、それも社会に出るため、祭りちゃんに尽くすため、全てが全てがあなたの全てが、そう、そのままエヴァに乗りなさい、エヴァに乗って、エヴァになって戦いなさい、チージくん。まあ無理せずね、祭りもレポート忘れたことあるから、まあ人はねたまに忘れる、たまに忘れます。でもそれを取り返しましょう、次もっと頑張りましょう、大丈夫大丈夫。チャンネル登録してるみんな、イエーイ、チャンネル登録してないみんな、うー